はい、どうもこんにちは、奥原です。ということで、今回は PPSH、サブマシンガン使って遊んでいきたいと思います。さて、昼下がりの COD ってことで、いきなりグレネードかなんか投げてくる。ここの残酷戦どうです？オッケーオッケー。僕、そんなめっちゃ好きなマップじゃないな。一番好きなマップはね、雪のマップかな？体力少ないから、カス当たりでも殺せるはずなのに、取り逃がしが多い。これはもうエイム力がね、ない証拠なんですよ。完全 BO3 で飛んでエイムごまかしとったぜ、だからな。はい、さようなら。いるか？いないな。こっちだな。オッケー。後ろ来ている。今日は土曜日。ワールドウォー2やってる方もいれば、お仕事でなかなか、ちょっとできないしっていう人もいるかと思うんですけど、やってる方どうです？もう、あれほんま強い。この塹壕のところになると、あれよ、ウィンチェスターショットガンの、火炎放射っていうか、超威弾付きがマジでね、横行する。怖すぎる。まあそれ適してるマップだからね、狭いとこばっかだから、ここまあしゃーなしなんだけど、オッケー。これよこれ。まあ土曜日っつうことで、お休みの人とか、まあ学生さんとか、暇がある方は、待ってよ、喋らせろい。まあ暇がある方はね、ワールドウォー2没頭してるんじゃないかとは思うんですけど、岡原もワールドウォー2没頭したく、今日は一日フリーで、なんでやねん。まあでもね、なんかサプレッサーあれよ、従来の作品より猛威振るってる感はないね。やっぱりその限られてるからさ、その低空手段だっけ、特定の手段じゃないと使えないっていう限られてるからさ、まあそこまでみんながみんなサプレッサーつけれるってわけじゃないし、横行してるってわ、倍感じでもないって。わー、サプレッサーとかはそこまで、なんでそこに爆弾があんねん、恐ろしい。一個投げとこうか。で、相手のこっちから行く。そしてこっちからも来そう。チェックしつつ、かまして、いやー、投げとこうか。こっちから来そうやし、ワンカット。あー、クソエイム。いや待てよ、こっち来るな。2キルしたかった。最低限ショットガンエグいんだってこれ。まあ自分も使ったことあるんだけど、ウィンチェスター焼夷弾付き、花火大会やで、ほんとエグすぎだから、何こいつってなるかな、ほんまに。危ない危ない危ない。オッケー、爆撃の中にもしっかりキルしていく。敵さんは同様。はい、了解。オッケー。おっ、ダボキルした。もう一枚キルしていきたいところ。そしてブロンズスターを取っていきたい。無理だな。 BO3 の時はなんか適当に動いて、とりあえず機動性もあったからさ、いるね、機動性もあったからさ、とりあえずもう動き回れたわけよ。要は敵のリスイッチが変わったりしても、とりあえずもう動けたからさ、もうあっちゃこっちゃいっとったけど、地上戦ってやっぱ動きが限定されるじゃんね。限定化されるっていうかさ。いやー、よく生きとったからの、不正義。オッケーオッケーオッケー。ここまで来たな。だもんでさ、ほんと立ち回り重要だよね。もう、地上戦になると敵に合わない率半端ない。昔から BO2、BO1 もそうなんだけど。マジでやばい。ゴーストの時もそうだったわ。ゴーストこそさ、広かったからさ、この辺、結構シビアですね、当たり判定。あれ、ダメか、さすがに。オッケー。ということで、ね、ラスキルカメラっていうかブロンズスター見ていきましょう。素晴らしいね。これ初期のサブマシンガンだね。これ初期のサブマシンガンも結構使いやすいみたいですね。最初の方はなんだこれ使いにくいなと思ったけど、ちょっと慣れたら、割かし使いやすいみたいです。でも、僕がさっき使った100式っていうサブマシンガン、非常におすすめなんですよね。一番サブマシンガンの中で、PPSH も抜いて僕の中では、一番使いやすいかなと思いました。ということで、今回こんな感じで、終わっていきたいと思います。昼下がりのコールオブデューティーワールドウォー2ベータ版ということでやってまいりました。最後までご視聴ありがとうございました。ということで以上、お返したオーガーツ。またねー、バイバイ。お、来た来た来た、本気来たぞ、バリックサイトの本気来たぞ。おっと、ヘッドショット2枚つながる。いや、行ってきまーすっていうことで、いや僕も、おっ、今のは見んかったことにしといてくれや。どんな環境で、実況をやっているかとかね、紹介できたらなというふうに思います。さあ、こんな感じです。でね、デュアルモニターなんですよね。まあ見ていただければわかるんですけど、怒ってる、後ろリスして飛んでね。ほら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 、飛んで飛んでからのナイスカット。ちょっと痛いな、三角ガブだ。なんで、なんで赤点だんだんこっちに集中砲火してくる。え、わ、寝ているのか。変なもんしちゃった。戻れ戻れ戻れ。以上、岡原でした。岡尾2、またね。バイバイ。